頂戦 A スタートしました。おー、いったいったいった。ロハン・アライ・ヒロキ、気合のスタートだ。トップスタート。昨年の11月以来のファイナルは濃厚だ。さあ、始まったら次は、アライ・ヒロキ。はい、皆様こんにちは、九次郎です。今日の動画は企画で車検購入をしていきます。その企画は、解説者の予想に丸乗りしてみた。です。CS 中継中に出る買い目ですね。そちらをそのままケータンアプリで買って検証していこうかなと思います。と、動画の最後にお得なお知らせもありますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、では行きましょう。伊藤選手ね、アメ校舎なんで期待したいですね。ブルーランプが消えています。スタート3秒前、7レース準決勝戦 A スタートしました。10メートルのスタートは宍戸幸男がいいスタートを切った。さあ、しかし2番の伊藤伸び返して先行しています。中段では6番の金山、7番の野本、この2人もいいスタートを切って、6番金山が野本の前に出ました。6番金山、気合のスタートでした。5番の関口が最後方に交代です。先頭は1番の野沢です。2番手2番の伊藤、3番手が3番の宍戸。宍戸がちょっと滑っています。レースは2周目、2、3番手の車間が広がりました。2番の伊藤、3番の宍戸、この距離感がだいぶ広がって、その3番宍戸の後ろに6番の金山周平つけています。金山が先に来るか、ここで宍戸突破。6番の金山周平が3番手に序盤戦で上がりました。ちょっと早いな。現在後方から3番手、その後5番関口、4番佐々木、最後方、残り4周回。粘っているのは1番の野沢です。さあ、2番の伊藤が外から行くのか、切り返しの体勢か。一向性無形をと2番の伊藤、しかしどうか、突っ込んだ。ここで2番の伊藤飛び込んだ。 3,4 コーナー先頭に浮上、やや払っています。1番の野沢が差し返そうとしている。しかし抑えて伊藤が先頭、野沢2番手交代。そこに6番金山周平、金山が2番手を狙っています。野沢が蓋をする。なんとかこらえる1番の野沢、6番金山がそれでも飛び込んでくる。3コーナー2番手と6番の金山周平が上がりました。1番野沢は3番手交代。離されたあと2周回、そして1番野沢の後ろにありますが、まだ車間が大きく開いて、3番の宍戸、そして7番の野本、野本は3番の宍戸に抑え込まれています。前の3人が完全に抜け出しました。先頭が2番の伊藤、6番金山が先頭も脅かす存在。さあ、先頭もあるか、ブルーフラッグ残り1周回。しかし2番の伊藤が抑え込んで先頭、6番の金山周平2番手、完全に輸出圏の2人は抜けました。3番手は離されましたが、1番の野沢が優勢、その後は大きく離れて3番の宍戸が今日も後続を抑え込んでいます。先頭2番の伊藤、6番金山接近も伊藤を拾う気に応えました。払い戻し次の最終ですね。2番6番480円3番人気、2連複の26は250円1番人気、3連単2番6番1番1850円11番人気、3連複は1と2と6の組580円5番人気でした。その他はご覧の通りとなっています。よろしくお願いします。夢の初 V へ向けて、ここはこの走路コンディション唯一逃せない6番の吉田圭介が頭で売れています。ブルーランプが消えました。3秒前、8レース準決勝戦 A スタートしました。0番の新井博樹、気合のスタートだ。トップスタートは2番の新井博樹、3番の中村がついていきそうです。1番の井上龍太が遅れ気味、新井選手思想で人気落としてるんで、4番笠原プランナーのフォロー、6番の吉田圭介、多いんじゃないですか。6番の吉田が3番の中村まで捉えて序盤戦で3番手に上がってまいりました。これ6人、7番の鈴木聡太が後方から2番手、5番木村恭平最後方、2周目へと向かいます。2番の新井博樹先頭も、6番の吉田圭介が次元の違う走りで2番手に上がってまいりました。もう先頭が目の前です。2番の新井博樹もびっくりの6番の吉田圭介速攻撃、早くも6番の吉田圭介先頭に立ちました。
任せて安心ですね。あっという間に6番目をした圭介、決着をつけています。そして差を広げていきます。残り4周回、さあこの後の2着争い、もう一つの椅子をめぐる攻防は2番の新井博樹が優勢、1番の猪熊龍太が3番手、そこに追い込んでくる7番の鈴木壮太、3番中村は5番手交代しています。2番の新井がこの位置を守り抜くのか、1番の猪熊龍太逆転できるか、さらには7番の鈴木壮太が2番手争いに加わることができるか。あと3周回、6番の吉田圭介、後続をぶっちぎりました。2番手2番の新井博樹、速攻を決めて2番手をキープしています。暗い中1番の猪熊龍太、そこにじわりじわりと7番の鈴木壮太が差を詰めている。2番手争いはまだわからないか。2番の新井が優勢だ。さあ鈴木壮太が1番猪熊を捉えにかかる。あと2周回、この1コーナーで鈴木壮太、さらに2番手を上げる。3番手と上がってきた。さあもう一つの椅子を巡る攻防は、新井博樹対鈴木壮太、この2人に絞られました。コース外さないように。の吉田圭介、昨年の11月以来のファイナルは濃厚だ。さあ2番手争いは新井博樹が鈴木壮太がブルーブラック残り1周回、新井博樹は今年2度目のファイナルかかっている、鈴木壮太は大丈夫そうですね。こちらも今年2度目のファイナルがかかっている。2番手争いは2番の新井に7番の鈴木壮太でありますが、新井博樹が迫っています。鈴木壮太追撃はどうやら届かず3番手、6番手ありがとうございます。2番手は新井博樹ゴール払い戻し金です。でも吉田選手の頭にしては結構ついたかなという感じですね。390円、3連覇、6番2番7番1930円、10番人気、3連複2と6と7の組1100円、5番人気でした。よろしくお願いします。はい、ではお知らせになります。5月1日の日曜日ですね、ケイタンアプリで車検士カップが開催されます。よろしくお願いします。景品とかもすごく豪華になっておりますので、皆様ぜひご参加をよろしくお願いします。ダウンロードまだだよという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからダウンロードお願いします。当日リアルタイムでライブ配信も行いますので、ぜひ遊びに来てください。紹介コードとかでいただいた軍資金はそこで使おうかなと思います。額が多ければ多いほど嬉しいのでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価ですね、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。